お疲れ様です。お疲れ。はい。今日はなんでビデオを聞いてくれる。はい。実はですね、はい、ちょっと予期せぬ事態が起こりまして、はい。前回というか、インスタグラムとか SNS では発表してるんですけど、1月にうちでその会計経理の総務部門の従業員を雇用して。今1ヶ月使用期間を設けて働いてもらってたんですけれども、なんとその従業員が退職しました。退職ですか？退職。まだ1ヶ月ぐらいですか？そうなんです。なるほど。はい。何かこう訳というか。そうですね、まあ結論から言うと、まあ円満というか、何かこう揉めてとかではないんだけど、まあ一応理由としては、うちは今契約社員というか、まずはそのアルバイトパートっていう形で雇用の方をさせてもらったんだけど、まあ、他に正社員でいい条件が見つかったので、まあ、そちらの方で就職しますっていうような理由で連絡をいただいて、まあ、ちゃんと引き継いで、この2月の末で全部手続きが終わって、退職っていう形になったので、まあ、動画にしようかなと思って、はい、はい、まあ、いいとこも悪いところもやっぱり全部出していきたいなっていうのが、まあ、人材の一つ僕のテーマでもあるので、まあ、こういうところもちょっと取っていこうかなと思って、はい、やってます。はい、なるほど。でも慣れないね人が辞めるっていうのはなかなか、まあ、気持ちの踏ん切りだったりとか、まあ、そういったところもあって、まあ、これも前も話した、あの他の動画でも話したんだけど、まあ、結局やっぱりその人のなんで辞めたのかとか、まあ、そういったところを、まあ、突き詰めてもしょうがなくて、やっぱりこの人材で何か足りなかったかなとか、まあ、そういったのをすごい考えるね。なるほど。この会社に何か原因があったのかなっていう。そうだね、やっぱりそのこの2年突っ走ってきて、その会社の整備の部分、例えば、じゃあ雇用をしてどれぐらいの期間で正社員になって、その正社員になるにはどういう条件なのかっていうのを、まあ、明確にしてなかったりとか、まあ、そういったところは足りなかったなって正直に思うね、うん、会社のこの表に出てないところの整備を進めていくって、うん、そうなので、あの今回その方を雇用して、まあ、すごく良かったなって思う点は、まあ、今まであのうちって税理士とか社労士さんってつけないまんまこの2年やってきたんだけど、まあ、これを機にあの、その方がずっといろいろと県内の税理士さんとか社労士さんをリサーチしてくれて、まあ、いい方に巡り合って、で、まあ、契約っていう形になったので、まあ、そういう意味では雇用をするタイミングでこの、内部整備っていうのがちゃんとプロの方に任せられるようになったのは良かったなって思います。会社の内部整備が進んでよりよく、そうだね、働きやすく、あとはまあ働いてる子たちが安心できるような体制っていうのは今年すごくアップデートしていくかなって思ってます。はい。あとはね、この今回この会計、その総務っていうのが何人から選んだか知ってるか？何人か、あ、元は何人が応募が何人やったかって言ったっけ？5人。66人いたね。あ、めっちゃいますね。その66人の中から、まあ、選んだ1人だったので、まあ、そういう意味ではこの65人の方を、まあ、一つ断っての採用だったので、まあ、長く働いてもらいたかったっていうのは本音であるけど、まあ、実際にちょっとうちが至らなかったなっていうのにつきますので、まあ、これからもみんながまあ働きやすいっていうよりは、まあ、当たり前のことをきちんと整備をして、まあ、安心できるような、まあ、その方だけじゃなくて、うちってあの学生も多いじゃんね、今向こうでも話してるけど、この学生の子たちの親御さんだったりが、まあ、インターンをしてる息子娘っていうのが、あ、この会社だったらきちんとしてるから安心だよねっていうような、まあ、組織作りにはしていきたいなと思ってます。はい。ということで、まあ、これからも、まあ、こうやってうちの会社っていうのも静岡で一番働きたくなる会社を作るっていうテーマでやってるので、まあ、人が辞めないってことは絶対ないと思うんだよね。なのでこう、まあ、人が入ったり出たりっていうのは当然あるとは思うんだけど、まあ、みんなが人材で働いてよかった、人材で今働いててよかったっていうような思えるような環境づくりっていうのはしていきたいと思いますので、これからも、
人材の、まあ、YouTube チャンネルだったりとか Instagram っていうのを見て、同行というか、ぜひ人材のエンタメを楽しんでもらえればなと思っています。以上です。はい、ありがとうございました。